思い出話、最高。始まってる？始まってよ。すごい始まってるよ。がっつり、がっつり。めっちゃ話してたけど。始まっちゃって。本当ですね。見せて。いいよ。あんたの配信はここで見てるわね。めっちゃ名画感想戦え？めっちゃ名画感想戦って嘘ばっかり嘘しがいこんだけで嘘ばっかり嘘ばっかりこっち言ったのになんで苦しい食べたいミンティア食べたい食べろ勝手に勝手に食べろマジでショックだったドンキで見た時見てって言って1個かなと思ってブワーわーわーバッグの中にバーッ何で悔しかったすごいなドンキにゴミ箱ないから捨てられないと一回こっちで食べるなこっちまでお持ち帰りはい水分補給そうなんかこんばんばーめっちゃ笑ってらっしゃるあいてててててそれこんだけ笑ったらバレるいけるわごまかし聞いとったあ、お、いいや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 ちゃうだいぶちゃう、うん、かけふわですよメール見せとこう今日みたいな感じで見せとこう、うん、メール見せといたらせーの、はい、メール、はい、うちらもはい、はい、それ見えてないんやそれ見て、はい、見て見てお願いねーねー見て見てうるせーなうちらのネイルのテーマは、うん、何テーマ何にしよう。どうしよう。これ This is またくらい。だる。一匹しかついとらんやじゃあちょっとな先に This is 宇宙。This is universe。あえて日本語で言いまして。これが宇宙。これが宇宙。This is 宇宙。人内人内人内。ダニエルああ面白いダニエルが頭が何で笑ってんのってなるよね全部はキャラしてこれよ、うん、あそうだねただ笑いよりそれが聞こえてくる興味、うん、すごいやろすぎ間違いないわ夏のドキドキこんばんは夏のドキドキ甲子園です大作戦につけてとりあえず基本どうしても野球がいい時差は何なんだろうマイクロなんかこれどんくらい時差あるのごらんでもさっき立ってたから今座ったから結構あるんじゃないあるよ結構あるあるよあるよ声引くあるよ。全然あるよ。
そう入れます。でも限界感じたスマホちゃんだから。私舐めとる親友がいるのでやかましかです。さがべんば話していかんぎん。親友のオッケーやろ。はい、親友のオッケーやかましかった。オッケーっちゅうぎ分からん人もおるやろもんって。オッケー、あらこれでも大坪監督に教えてもらう。そう、大坪監督に佐賀弁も教えてもらおう。待ち、そうぐらい。どうしよう。こんばんは。メールがモリモリ。こちらもモリ。こちらもモリモリ。モリモリ。モリモリ。モリファンタジー。そがんこつ仲良し熊本道路。福田先生。やしろ。どうなってくるやつ。ここにさ、チョークレートのぶつけてさ。うん、小田達也に送ってさ、あとめっちゃ下げパこんばんは、皆様。ちょっとこれをか、え、かわいいか。ちょっとどうしよう。結婚してなんか結婚しましたみたいな話だったよね。はい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 。こうか。前から手渡し。手渡し。それって手渡し式だっけ。まゆちゅう。こんばんは。どうも。父さん可愛いっしょ。にわれ方やば。やっぱ、あれがだ。あセンス感じた。おもろい。センス感じた。おもろい人見つけた。うん、いやいいわ、うん。いいね。ちなみにどちらあたりが。どちらあたりが。どの辺が。詳しく教えていただいても。何枚でしょう。あいまい。ラッキーやつ。夢しつく。サガビオリ森のクマさん来たと苦しい。いいしっかりつけてお帰りもうるさい共鳴したいなでもおる苦しい。楽しそうで何よ。お茶飲みすぎてお腹ぐしゃぐしゃ。分からない。タコタコぽよぽよ。あー苦しい。うんうん。
そう、これはね、配信だとね、色が濃く見えるんですよ、ね、ちょっと変に見えるんですよね。そう、だから配信で見るとね、青も青色じゃなくなって見える。これもだって、これ何か色が違って見えるんですよね、配信やと。そう見えるんでしょ。でもやっぱ公園見てください。公園見たり、あのインスタとかのが色がまだぽいかな。私も今ちょっと黒くない。茶がしばかれてます。そう。水色です。あ、いい感じ。それはいいじゃないですか。佐賀牛カレン。そいだわしてちょっとそいだ本当に。待ち受けいっぱいあるんですよ、私。最近は花火にしてる、ずっと。いいでしょう、夏っぽいでしょう。花火にしてます。一緒に起き上がるんで。でもいっぱいある。これ作ってんですよ。これももかちゃんの。あと友達の顔面と4人の沖縄の写真。あと20日の事故が、とカレンの、と坊ちゃん劇場。トイレ行ってこい。カレン。二段階のオムレツ。カレン。と宇多田の事故が。他にもいっぱいあるんだよ。これ夜景だね。夜景。あとはもう水色とグレー。花火にしてます。ちょっと最近は友達とやった花火。富山県警さん、ハートありがとうございます。出演者はショールームのあれアカウント変わるんですよ。そう、だからぜひお越しください。また登録しても来てくださいね。
ねえ、シュース。ちょっと、ちょっと15、これ何分から始めたっけな。書いてない、そこに。あ、今15分経過しました。あ、出た？うん。本当だ。ちょっくらね。終わろうかねえ、ちて。ちてってだつくない。終わろうかねえ、ちて。ねえ、なつくない。終わろうかねえ、ちて。終わからねえ、ちて。やば、ちて。うん。ちてやばいね。小4とか。そうだよ。やかましかって何ですか？やかましかは。やかましかは。うるさい。うるさいっていう。よっこらしょっ、うん、してからねーって言ったね。なんとかなんとかしてからねー。なんで？あやろ、浜村の言うたずっと。ああそうだ、野球部、野球部の言うた。じいちゃん、じいちゃん、あ、じいちゃんばい。っあのじいちゃんばい、懐かしい。あっこのじいちゃんばい、あっこのじいちゃんの方言のすごっかって言って、ちょっと待って。横絶対通るべき道じゃないところを通れたやん。いや、茶畑の。そう。あ、そう。それさ、あれさ、じいちゃんを呼びたかったけど、本物のじいちゃんをこうやってさ、そうそう、あっからさ、手振ったらガチじいちゃんが手振ってくれる。違う、そっちじゃない。そうなんや。うん、そう。若い方が、そうそう。偽物の方が。よいしょっと。暖房すごい。ありがとう。栄の国祭り、あ、なんかありましたね。プー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 さん。あれか、プー。ポフって思った。プーです。ポフ。ポフ。どっちかというと。ポフレイフ、プーってそのスペルだったの？うん、そう。プーさんや、プーさん。え、プーさんの本名知ってる？知ってます。なウィニーザプー。そう、ウィニーザプー。ウィニーザプーっていうの。なんでだよ。ウィニーザってウィニー、ウィニーザプー。 Yes。ちなみに漢字だと黄色い雲とかってプーさん。黄色くも、え、なんかさ、キラキラネーム流行ったくない？あー、流行った、めっちゃ流行ったね。あの、一回さ、自由、あの、自学、自学って何でも、何してもいいやん、うん、で、あ、マジですることないと思って、うん、キラキラネーム一覧もらって書いて出してもらって、そしたら、ただと宮崎です。面白いけど勉強しようねって。それはそうと思って。それはそうと。これ今日がどれに入るって言われたら入らんやん、どれにも。でも国語や、国語。いや、国語、え、でも確かに。え、一社会、社会、社会。社会やる。めっちゃ丁寧に書いたわけ、ノートに。きれいにまとめて。面白いけど勉強しようね。社会の情勢。それはそうと思って。そうそうそう。懐かしい字だな。懐かしいな。自覚って難しいな。ウィニーザカンパス集めるのに必死。いや、違いない。あんま意外と使わん。そう、余る、余る。別にさ、癖じゃない。そう、感じって。感じ良くないです、うん。え、めっちゃ嫌やった。いや、え、自覚の方が嫌じゃない？え、自覚ってさ、なんか、あの、一マスに一字埋めるとかないやんか、結局。まあ、ないけど。だけど、でもほら、私みたいに勉強しようねって言われるパターンもあるわけですよ。いいんだよ、書いて提出すればいいんだよ、だから。いや、まあまあまあ、そう、漢字の方が良くない？うん、お手本があるけどね。パッパッパって書くだけ。もうあれさ、途中から手震えてくるからって、でもなんかさ、たまにさ、50文字とかのさ、漢字の方がさ、めっちゃデカデカ書いて出す人おらんやったっとっけ。なんか何文字以上って決まっとったやん、漢字の後。え、そうやったっけ。あ、そうや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 、うんうん、こっちの方が可愛いか。楽に入れ、うん、2連つけるか、うん、ここにこう、こぶつ
けるか。はい。ギャル。ギャル。プーファン。そうそう、プーさん。それなんか何ウルベイエベとかあるやんか。今友達とさ、ブルベイエベの話してて、あのイエベはだから肌がちょっと黄色っぽい感じだよって言ってた。あ、じゃあプーさんはイエベだみたいな。いや、プーさんはイエローだよ。イエベとかあるわけに。プーさんはイエローだよ。イエベにも程があるよ。うん、イエベースとかじゃなくてイエローだから。あ、そっかとか言って、そっかじゃないわ。そっかあ、そっかとか言って、そっか。プーさんはイエベだね。スティッチがブルベって言えると困るんだよ。あ、じゃあブルベ、スティッチはブルベだ。そうよ、ダンボもブルベや。そうよ、そベースとかじゃなくてブルーなのよ。なんか分からん、いや響きだけでいいよ。スティッチはブルベじゃねえ。肌の色だけでブルベやろ、ブルベ冬やろ。ブルベや、まあまあ、どブルベ冬や、うん、ブルベ冬。ダンボはブルベ夏やな。夏やな、私も夏、夏やな。エミも夏。何の話、私もニュースと話。家部焼きじゃない、誰が、誰、プーさ さん。いや秋やな、春ではない、さすがに秋。誰がプーさん、誰がプーさん、友達みたいな。おかしい。あくまでプーさんの話です。とかさ、TikTok にさ、インコ、なんか羽がちょっと薄い黄色とピンクのが入ったインコがなんか喋ってる動画みたいなのあったのね。でめっちゃバズってて、なんでと思ってコメント欄開いたらさ、一番上にイエベって人とかあって、イエベ春って書いてあってさ、でコメント返信のところに、いや診断すなとか言って、イエベ春めっちゃおもろい。じゃ終わろうかな、終わろうかな。アラジンのジーニーもどうだ、ジーニーとか、そのジーニーはブルーなのよ。だからスティッチが、だからスティッチがブルーなの、一緒なんよ。ドラえもんブルベめっちゃとか言えると変わらない。そうよ、ドラえもんってブルベじゃねーとか、静香ちゃんってイエベ春だと思わん。いや、わかる。ピンク似合うよな、鈴鹿、鈴鹿、鈴鹿ちゃん、名前変わっちゃった、改名改名、鈴鹿ちゃん、鈴鹿ちゃん。で、いや、伸びたは、イエベ秋じゃね、黄色やから、黄色い剣、ジャイアンはどうなる、え、秋やろ、ジャイアン秋やろ、スネオはスネオ、スネオ夏、お前さ、服の色だけで決めるよね。夏顔じゃない、スネオって。じゃあドラミちゃんは、ドラミちゃんはだからイエローなのよ。じゃあセワシ君は誰、セワシ君、誰、セワシ君って、のび太くんの孫、うん、知るかい。絶対セワシ君知る、知るかい。オレンジの服着た人、引き出しから出てくるやん、絶対知った。一緒やん、だからのび太と。なんでよ、コロスケは何だろう、コロスケって、いや、黄色なんだ、黄色、黄色なんだから、黄色なんだ。黒静香ちゃん、黒静香ちゃん、黒静香ちゃん、黒なんですよ。ドラえもんは最初イエベやったんやで。あ、え、あのネズミ出てさ、びっくりして耳ちぎれて、そうで、うん、でブルベになった。ってことはうちらも変わる可能性ある。だからあれだよ、だから本当はイエベ、第一はイエベだけど、しかも耳もあったんでしょ。そうだよ、そうだよ、ほぼドラミちゃんってことよ。イエベ猫だよ。あ、ほら、せわしく、せわしくみんな知ってるよ。ほらイエベ猫やばい、イエベ猫、メガネかけてない、そう、メガネかけてないんだよ。マジで誰だよ。え、マジでジャイアンのオレンジみたいな服着てる、スーツみたいな、なんか宇宙服みたいなオレンジ。ああ、でも顔が伸びたでしょ、結局。だいたいドラミちゃんと一緒にポコって出てくるやつ。うん、そうそう、あれあれあれ。なんかセワシ君ち。セワシ君あれ。え、じゃあミニドラとかは赤くね、ミニドラ。
秋やろ、秋秋秋やましい、ほんま。じゃあ終わります。私はちょっと YouTube の編集しなきゃいけないので、正直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 ほんじゃ、さようなら。ブルベア最近で見ますね。で昨日なんかね、ショールームがバグってたっぽい。みんな点滅してたって言ってたから、ほんじゃ終わります。13位つむじかでさん、12位ベルちゃん、かいとさん、みさのは、11位オムライスさん、10位まさとしさん、9位かばきちさん、みさのは、8位まさかずさん、7位しんごさん、6位けんじさん、5位おにょうナイトさん、やいほのちゃん、3位えんちさん、2位しおり、1位あのねさん、みさが最高でした。ということでありがとうございました。おやすみなさい、さようなら、バイバーイ。だるっ。